資料、メールで資料請求してパンフレットを取り寄せた。進学、そろそろ具体的な進学希望校を決めなければならない。審査、企業から書類審査の結果通知が自宅に届いた。 人材。優秀な人材の確保は企業の発展には欠かせない。新卒。大卒求人倍率は新卒就職における基本指標の一つだ。進捗。目標達成のための進捗状況を上司に書面で報告する。 推薦。学校が定めた推薦基準をクリアしなければならない。スケジュール。秘書の中心的仕事の一つがスケジュール管理だ。進む。なんだか集中力が続かず仕事がなかなか進まない。スムーズ。 利害関係者に根回しをし、会議をスムーズに進める。整形。フリーランスとして整形を立てるのは容易ではない。制限。企業の求人募集における年齢制限は禁止されている。精神。 私立学校は独自の見学精神に基づき教育研究を行う。成績。模擬試験の結果や成績が思うように伸びない。責任。責任に押しつぶされ逃げることばかり考えている。セキュリティ。 入退室管理によりセキュリティ対策の強化を図る。設置学食の各テーブルにアンケート用紙を設置する。設備充実した設備や施設が質の高い研究を可能にする。ゼミ ゼミの報告や研究発表の際は、レジュメを配布する。専攻英文学専攻に進学したのは、英語が好きだったからだ。選択。興味や必要単位数に合わせ、選択科目を履修する。専念 勤めていた会社を辞め、受験に専念することにした。専門。受験生がその専門にどれだけ精通しているか試す。相対。授業中、腹痛を訴えてきた学生を相対させた。相談。 就活の相談相手としてサークルの先輩を頼る。組織。組織の一員として自覚を持ち、自身の役割を理解する。卒業論文。卒業論文のテーマがなかなか決まらず焦っている。対価。 仕事の対価はお金だけでなく人間的成長も含まれる。退学。父親の病気のため退学を余儀なくされた。退遇職場の退遇を改善するために担当者と直接話をした。退職。 退職される上司に感謝の気持ちを伝える。代理。自社の製品を販売してくれる代理店の開拓を行う。携わる。前職では電気設備工事の営業に5年間携わった。束ねる。 チームを束ね、目標達成のための総合管理をする。段階。不登校の子供の回復プロセスには、7つの段階がある。短縮。多くの企業が、労働時間の短縮に取り組んでいる。地位。 彼女は人の何倍も努力し今の地位に上り詰めた。知識。知識のインプットばかりでアウトプットが少ない。チャンス。途上国の鉄道建設にビジネスチャンスを見出す。忠告。改善の必要な点を お互いにどんどん忠告するべきだ。中退。一般的に大学中退者は就活に不利とされている。中断。仕事中に頻繁に作業を中断させられ、イライラする。調整。外部とのやり取りが増え、 アポの日程調整が発生する。挑戦。家庭学習で難関校受験に挑戦したいが不安もある。賃金。最低賃金の地域間格差が年々拡大している。通学。学校が遠く。 通学に片道1時間半以上かかる。通勤。ラッシュ時の混雑を避けたオフピーク通勤を推奨する。突き進む。合唱コンクール優勝という目標に向かって突き進む。着く。 資格や知識があっても仕事に就けるわけではない。次ぐ。会社を辞めて田舎に帰り、家業の旅館を継ぐことにした。